皆さんこんにちは、ガジログです。今回はガーミンから出ましたインスティンクトクロスオーバーソーラーというモデルをご紹介したいと思います。こちらはですね、ガーミングローバルのサイトになりまして、まだ日本では正式に発表されていないモデルになっています。こちらの画像を見る限りでは、アナログ時計、そして下にスマートウォッチの画面がしっかり出ています。ハイブリッドモデルになりますけども、主な特徴を見ていきたいと思います。ガーミン公式サイトの情報をもとに今回もお届けしたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。ではまず最初にインスティンクトクロスオーバーソーラーの主な特徴をざっと見ていきたいと思います。まずタイムキープを正確にとありますね、リボドライブテクノロジーとあります。この機能はですね、アナログ時計機能がついていますけども、衝撃が加わったとしても、その時の刻み方に関してすぐに、ね、修正する機能になっているようです。初めてこういった機能を見るんですけどもね、やっぱりあの衝撃加わった時に1秒2秒とかね、早く動いてしまったり、秒針のみならずね、分針も動いてしまう。そして針が動いてしまった時に物理的に修正する機能になるようです。またこのあたりは当然ながら Android と Apple のデバイスへの接続ということで、 Android スマホでもそして iPhone でもペアリングすることが可能になっています。またインフィニティバッテリーライフとありますけども、こちらにソーラー充電付きとありますね。つまり太陽光で充電することが可能になっているモデルです。ちなみにカラーリングはこのブラックのモデル、そしてこのブルーですね、ネイビーという感じでしょうかね。デザインは正面から見たところ、そしてこの斜めで上ですね、また真横から見たところになります。どれもタフな感じがします。ではその他の特徴について見ていきたいと思います。あまりにもたくさん特徴がありますので、抜粋してお届けしたいと思います。まず最初にバッテリーの駆動についてになりますけども、ここね Google 翻訳になっていますので、ちょっとね日本語がおかしいとこがあるので補足しながらお届けしたいと思います。料金を維持するための建物ってありますけどね、これバッテリーのことについて言っています。スマートウォッチモードであれば最大70日間持ちますよと出ていますね。すごいですね。そして GPS モードでは最大31時間になっています。これはソーラー充電との相まって最大70ということになりますね。2ヶ月強という感じになっています。そして次に時間を保つための構築とありますけども、この分針や秒針の物理的な針の上に発光塗料が塗られていますので、光をこうしてね暗いところでもグリーンで光る形になっているようです。このあたりもね、なかなかスマートウォッチではなかった感じになりますので、非常にかっこいいなと思います。そして先ほどお伝えしました内蔵のリボドライブテクノロジーによって正確なアナログ時計機能を機能するというふうになっていますので、スマートウォッチ上の時刻を使って補正されているのかなという感じがします。そしてボディがですね、非常に頑丈ですよというふうに出ていますね。大胆頑丈二重層ベゼルということで、高解像度のデジタルディスプレイを搭載していますと。そして中 ATM の耐水ということで 100m 防水に対応しています。またボディのねこういったデザインを見る限り、耐熱性と耐衝撃性に対応しているということがわかります。またさらにですね、スマートウォッチならではですけども、スマート通知にも対応しています。時計とペアリングすることによりメールやテキスト、アラートが届きます。 Android また Apple スマートフォン、iPhone ですね、 Android スマートフォンを使用している場合はテキストに応答することもできますよと出ています。そして Garmin Pay にも対応しています。非接触型決済ソリューションとありますけども、これ日本でね入ってきた時に使えるといいですね。この画面を見る限りでは Visa と出ていますので、 Garmin Pay の中に NFC を使った Visa Touch に対応しているものと思われますけども、 Garmin といえば日本では Suica 搭載モデルを販売していますので、この Garmin Pay の中に Suica も包含されると思いますが、こういったねビザタッチにも対応しているというのは嬉しいなと思います。そしてビルトインスポーツアプリとありますけども、ランニングやサイクリング、水泳、筋力トレーニング、屋内クライミングやバーチャルランニング、ゴルフ、ヨガなど、そういったね一般的なスポーツにしっかり対応しています。また GNSS サポートということで、グローバルナビゲーションサテライトシステムに対応しています。ハイキングやマウンテンバイク、トレイルランニング、スキーのいずれの場合でも複数のグローバルナビゲーション衛星システム、アメリカの GPS、 ロシアのグロナス、またヨーロッパのガリレオにアクセスして GPS のみよりも困難な環境を追跡しますということで、マルチになりますので、ね、同時に3つ受信できるんでしょうかね。でさらに ABC センサーとありますけども、標高データの高度計、そして天気を監視する気圧計、また三軸電子コンパスなど ABC センサーで次のトレイルをナビゲートしますと出ていますね。やっぱスマートウォッチについてほしいなっていうのは、やっぱり高度計、気圧計ですよね。
スマートウォッチでしっかり搭載してきてくれてるっていうのは嬉しいなと思います。また当然ながらヘルスケア系の機能も充実しています。スリープスコアと高度なスリープモニタリングとありますけども、睡眠モニタリングに対応しています。光、深い、レム睡眠段階の完全な内訳を取得しますということで、ノンレム睡眠、レム睡眠とかね、浅い眠りとかね、いろいろそのあたりも計測が可能になっていますし、またストレストラッキングということでストレス計測も可能になっています。そして面白い機能が体内バッテリー、エネルギーモニタリングということで、心拍数の変動、ストレス、睡眠、その他のデータを使用してアクティブになる準備ができているとき、または休息する必要があるとき、体のエネルギーの予備を最適化しますよと出ていますけども、このね画面見てみますとね、自分の体内のエネルギーがどれぐらい残っているのかっていうのを表示してくれるのは、これは面白いなと思います。またですね、しっかり血中酸素測定にも対応しています。パルス OX と出ていますけども、このセンサーを使ってですね、体の中に酸素がどれだけあるのかどうかを調べることができます。こちらの画面を見ますとね、 96% と出ていますけど、しっかり対応していることがわかります。またフィットネスエイジっていう機能もあるようですね。これは体年齢を調べることができるってことになると思いますけども、こういった機能もあるのが嬉しいなと思います。なかなかアプリでね判定することはできますけど、ウォッチ単体でそれがねできるっていうのも面白いですね。そして様々なアプリをインストールすることが可能になっています。文字盤ももちろん対応しています。例えばですね、 Spotify もインストールすることができます。また Amazon Music も可能ですね。また AWA も可能になっています。そしていろんなデザインの文字盤もインストールすることができるのは、これはいいですよね。サードパーティー製の文字盤っていうのは本当にデザインいろいろ頑張って作っていますので、それが使えるっていうのはいいなと思います。またランナーとかね、そういうトレイルをする方にとってはこういった文字盤もすごくね役に立つのかなと思います。純正の文字盤もさることながら、サードパーティー製のデザインっていうのも本当にいいなと思います。そして接続するアプリになりますけども、 Garmin Connect に接続する形になりまして、先ほどお伝えしているように iPhone でも Android にも対応しています。ではまだ触れていなかった詳細情報について見ていきたいと思います。ディスプレイのガラスになりますけども、これパワーグラスとありますが、強化ガラスになっているわけですね。そしてベゼルの素材になりますが、繊維強化ポリマーに、そして周りがステンレスになっています。そしてボディそのもののケースですね、通常のプラスチックではないちゃんとしたね強化ポリマー素材になっています。そしてバンドの幅になりますけども、22ミリ幅になっていますので、市販品の22ミリのものであれば使うことができそうですね。またディスプレイに関してなんですが、残念ながら有機 EL、アモレットとかそういったものではありません。ここに出ていますけど、反射メモリーインピクセル、MIP とありますけどもね、こちらがもしかしたらなんですけども、ジャパンディスプレイが開発したものかもしれません。この MIP は反射型ディスプレイといいまして、外光を反射させて表示を行うために、液晶モジュールの約 80% の電力を消費するバックライトを必要としないものになっています。ですので、バッテリーへの負荷というものをかなり軽減されたディスプレイになっているということです。そして重さになりますね、 65g ということで、そんな見た目ほど重くないなと思います。例えば Apple Watch とか、そして Pixel Watch ですね、そのあたりの重さと同等ぐらいになっています。バッテリー持ちに関しましては、最大ですけどもね、71日間ということになっています。しかしながら連続で GPS を使った場合は最大25時間というふうになっています。そして先ほど触れましたけど、 GPS に関してになりますが、アメリカの GPS やグロナス、ガリレオ、それぞれに対応していることはこちらの表でわかるんですけども、これが同時に3波ね受信できるかどうかに関しては情報としてはやっぱり載っていませんでした。このあたりはねちょっと載っていないんですけど、このガーミンクラスになりますと、おそらく L1、L5 ぐらいデュアルでね受信できるのかなという気はしますけど、ここはねちょっと確定ではありませんのでご注意ください。そしてランナーの方は気にされる方多いかもしれませんが、スマートフォンの音楽を制御するということで、音楽再生コントロールにも対応しています。そして内容物になりますけども、一番上ですね、本体になります。そして充電を兼ねたデータケーブルになっています。またドキュメンテーションとありますけどもね、こういった取扱説明書かなと思います。はい、というわけで最後に価格になりますけども、グローバルサイトになりますので米ドルになっています。 549.99 ドルになっていますね。今日本のね為替レートで換算していますけども、1ドル138円で今見ています。そうしますと大体76,000円というふうになりますね。どうでしょうかね、
価格的にはちょっと高めかなという印象はありますけど、機能のことを考えるとね、妥当な価格なのかなっていうことと、そしてガーミンはね、他のスマートウォッチよりもやっぱりそれなりの機能がしっかりついていますので、ちょっと高めなのかなっていう気はしますけどね、7万6000円であれば結構売れそうな気がします。ちなみにこの価格はソーラー充電が可能なモデルになっています。ソーラーモデル、非対応のモデルに関しましては約500ドルになっていますので、先ほどと同じレートで換算しますと約6万9000円になっています。はい、というわけで今回ガーミンインスティンクとクロスオーバーモデルをご紹介しました。この文字盤に発光塗料が塗布されていますけども、夜間でもねはっきりと文字盤を見ることができるようです。また盤面のところにはちゃんと、ね、スマートウォッチの機能がついているということで、なかなかねこのハイブリッドモデルなかったなと思います。こういうコアな、そしてハードなね使い方される方にとっては、最大70日間持つバッテリーっていうのは面白いなと思います。では本日は以上となります。この動画が良かったよということは高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。